ビシュアランディ。ブースター1で登場した、闇属性、戦士属の下級モンスター。カード化されたのはブースター1だが、初出はゲームボーイ版、デュエルモンスターズ1の、ゲームオリジナルカードとなる。このカードが実装された当時、登場していたシリーズは、ボリューム1のみだったが、下級最高打点は1200、同じブースター1でも1000なので、このモンスターは、昔も今も、血祭りにされる側だった。レベル3、闇属性、戦士属の通常モンスターでは、攻撃力戦の、悪の無名戦士の方が出番は多い。ボリューム3では、色違いの、サキュバスナイトが収録されていた。インド神話には、あらゆるものを設計した神として、ビシュバカルマンが登場する。古代インドで使用されたサンスクリット語で、全てをなすものを意味するこの神は、太陽神スーリアの光から、神々の武器を作り、天女、ゲロウッタマーを創造するなど、交渉の神として語られることが多い。仏教では、ビシカツマテンと呼ばれ、大釈天の下で、彫刻、建築などの、美術を司る神とされている。現代でも、インドの工場などで祀られている、技術や機械などに関わる、ものづくりの神様。ジュエルリンクスなどでは、英語の綴りは、Randy。だが、Randy。には、公職な、など、センシティブな意味があり、ガサツな、行儀が悪いなどの意味も含むため、イラストやテキストのイメージからは、Randy。がしっくりくる。海外版のイラストは、胸元の布が増え、露出が抑えられていた。ラッシュデュエルにも登場しているが、こちらでも攻撃力は低く、やはり活躍は難しい。アニメ、遊戯王セブンスの第14話、ロミンズキッチンに、ちょっとだけ登場していた。また、ラッシュデュエルでは、リメイクモンスターの、ビシュアランバディも登場しており、光属性のお水モンスターの中では、逆玉の神、ディアンケトに続く。高レベルモンスターではあるが、攻撃力は低く、効果も微妙と、扱いにくいカードとなっている。アニメでは、遊戯王セブンス第20話、大人は辛いよで、足立耳が使用。召喚から戦闘破壊されるまで、明るい雰囲気でフィールドに居続けた。ウェザーコントロール。ブースター1で登場した、光属性、天使属の下級モンスター。イニシエの時代に不遇と言われた、光天使属の、レベル2モンスターの中では、特にステータスが低く。このカードが収録されていた、ブースター1には、レベル、属性、種族が同じで、攻撃力が高い。ハッピーラバーがおり、天気は自由に操れても、脳筋環境では勝てなかった。このモンスターは、初登場以降、再録されていないカードの1枚で、販売期間の短いカード出す組ということもあり、強さよりも、その存在に価値があるため。持っている人は、イニシエの時代の記憶とともに、カードも大切にしてあげてほしい。第2期には、色違いモンスターの、ウェザーレポートが登場した。雪だるまとは、雪を固めて作る雪像の一種で、雪が降る地域であれば、おおよそ世界中で見られる。海外では、スノーマンなどと呼ばれる雪だるまだが、日本では、大小の雪玉を、2段に重ねたものが、海外のものは、3段に重ねたものや、人型が一般的で、その違いは、キャラクターなどに見られることも多い。石川県白山市では、毎年2月頃に、雪だるま祭りが開催されている。このイベントは、1990年から続いており、オーソドックスな雪だるまから、有名なキャラクターをかたどったものや、鎌倉の中に、小さな雪だるまが飾られたものなど、夕方には、ろうそくで明かりが灯され、幻想的な光景を楽しむことができる。アニメでは、遊戯王 GX 第34話、湯煙旅情、ブルーアイズホワイトドラゴンの中で、温泉から、カードの精霊の住む世界に導かれた、勇気10代とカイバーマンのデュエルを、見守るために集まった精霊たちの中に、このモンスターも登場していた。ウォーターエレメント。ブースター1で登場した、水属性、水属の下級モンスター。このカードを調べると、同じブースター1出身で、すべてのステータスが同じ、グロスが話題に出やすいが、ゲームボーイ版、デュエルモンスターズシリーズでは、ステータスは同じでも、女性モンスターである点が、融合などで有利だった。水属性、水属では、ブースター3で、攻撃力1200の、復讐のカッパが、ブースター4で、攻撃力1300の、キラーブロップが登場し、第4期には、攻撃力1700の、マッドロブスターも出てきたため、イラストが好みなどの、強い動機がなければ、このカードをデッキに入れる理由は見つからない。水の精霊とは、4大元素を司る、地、水、風、火、からなる、四大精霊の一種。ウンディーネとも呼ばれるが、その名前には、波の乙女という意味がある。姿は人間と変わらないが、魂を持たず、人の男と結婚することで、魂を得ると言われ、水の近くで夫に罵倒されると、水の中に帰ってしまう、夫が不倫した場合、夫を殺さなければならないなど、
様々な制約があり、水に変えると魂を失ってしまうため、水の精霊を題材にした話には、秘伝となるものも多い。1837年に発表された、アンデルセンの童話、人魚姫も、1811年の小説、ウンディーネに影響を受けている。色違いモンスターとして、ブースター6に、セイレインが登場しており、カードのイラストではわかりにくいが、新ジュエルモンスターズ2の 3D モデルは、ポーズが同じになっていた。エレキッズ。ブースター1で登場した、光属性、イカズチ族の下級モンスター。ガーゴイルと並んで、ブースター1では、攻撃力が最高の線となる。その攻撃力1500以下と、名前と属性が良かったのか。第7期に成立したカテゴリー、エレキに編入されて、イニシエの時代から抜け出してきた。所属しているエレキは、光属性のみで構成され、通常モンスターは、エレキテルドラゴンと2枚のみ。さらに、光属性、イカズチ族の75枚の中で、通常モンスターは、このカード1枚のみとなる。相当のサンダードラゴンもいるが、融合モンスターなので、数に入れられていない。エレキッズには、色違いの後ろヒーローがおり、ステータスも、そちらの方が高いためか。このカードの初めの英語名は、Also Low Hero No. 2となっていたが、カテゴリに組み込まれたことで、Wanted という、新しい名前を付けてもらった。エレキとは、エレクトリックの略称であり、エレクトリックは、電気の、を意味する英語となる。電気の語源は、ギリシア語の琥珀に由来するが、これは、古代ギリシアで、琥珀をエレクトロンと呼び、琥珀を擦することで、静電気が発生することを、古代ギリシア人が発見したからと言われている。一方ワットは、消費される電気エネルギーの代償を表す。新しい蒸気機関を開発した、スコットランド人の、ジェームズ・ワットにちなんで名付けられたが、1ワットは、毎秒1ジュールに等しいエネルギーと言われ、1ジュールは102グラム、キウイフルーツ程度のものを、1メートル持ち上げる仕事に相当するとされている。原作では、ペガサスの使用するモンスターだったが、アニメでは、登場シーンが削られてしまった。アニメ、遊戯王 GX では、第34話、湯煙旅情、ブルーアイズホワイトドラゴンにて、カードの精霊として、精霊たちの端っこに映っている。ラッシュデュエルでは、エレキスとしてリメイクされており、遊戯王セブンスの第11話、我慢が限界にて、霧島ロミンが使用するモンスターとして、初登場していた。ガーゴイル。ブースター1で登場した、原作で、カイバが使用していたモンスター。イニシエの時代の入り口では、下級モンスターの中でも、上位の強さだったが、1ヶ月もしないうちに、ボリューム2で、攻撃力1500の、ワイルドラプターが、およそ3ヶ月後のブースター2では、攻撃力1600の、ホーリードールが登場し、下級モンスターだけで見ても、採用の難しいカードになってしまった。ガーゴイルと名前についたモンスターは、全部で5枚あり、このカード以外には、ウィップテイルガーゴイル、ガーゴイルの道化師、ガーゴイルパワード、ゴルゴニックガーゴイルの4種となり、バロックスは、融合素材として、テキストにガーゴイルと表記されている。ガーゴイルとは、西ヨーロッパで見られる、ゴシック様式の建造物に取り付けられた、雨どいのこと。それまでのロマネスク様式では、壁が分厚く、窓の小さい、比較的背の低い建物だったが、ゴシック様式では、天井が高く、大きなステンドグラスの入れられた、背の高い建物となり、ステンドグラスや壁を、雨水から守るため、水を遠くに排出するガーゴイルが取り付けられた。ガーゴイルは、フランス語で喉を意味する、ガルグエユに由来し、水の流れる時の音を表す語根、ガーからと言われている。単なる装飾として取り付けられたものはキメラ、水を吐き出すものをガーゴイルと呼ぶが、落下の危険性などの理由から、ガーゴイルは少なくなり、現在は、魔除けと装飾を兼ねたキメラが残った。東映版と呼ばれる、第1作目のアニメでは、原作に準じた、5つ星モンスターとして登場しており、モンスターカプセル GB などのゲーム作品では、ガーゴイルパワードに進化することができた。格闘戦士アルティメーター。ブースター1で登場した、城之内が使用する下級モンスター。レベル3、地属性、戦士族の通常モンスターで選ぶのならば、単純なステータスでは、ジューンウォリアーや、6部衆の自重の方が良い。そのため、城之内のファンデッキに入る、可能性があるだけでも幸運なカード。同じ条件で検索できる、17枚の中で、攻守のどちらも、このカードより低いのは、スターターボックスで登場した、モンスターエッグのみとなる。融合先のアンデッドウォリアーは、このカードと、闇遊戯の使用した、ワイトを必要としたため、一部ファンからは、友情の融合モンスターの素材、として認識されていた。アルティメーターとは、航空機や登山で使用される、高度系のことを言う。大きく分けて、
気圧高度計と電波高度計の2種類があり、気圧高度計は周囲の気圧を測定する一種の圧力計であり、内部が真空に保たれた空洞と呼ばれる部分が高度による気圧の変化に反応することで1メートルの違いも正確に表示すると言われ、こちらは小型で携帯も可能となる。電波高度計は目標物からの電波の反射時間で距離を表示するレーダーの一種。1924年にアメリカで開発され、宇宙船や民間の航空機などにも使用されており、離着陸時に使用されることで夜間や悪天候の際の安全性が向上した。このカードは読者から寄せられたアイディアをもとにデザインされたモンスターで、元々のイラストはバンダイ版のカードで見られるが、こちらはちゃんと攻撃力が高い格闘戦士である。原作アニメともにジュエリストキングダム編の城之内対ゴースト骨塚戦で初登場した。アニメ第18話、右手に盾を、左手に剣を、サブタイトルと同名のカードとのコンボで、ゾンビモンスターに城之内が逆転するシーンは、このカード一番の見せ場である。王国の準決勝、第31話、凶悪、ヘビーメタルデッキでは、バンデットキースの使用する、振り子刃の拷問機械に戦闘破壊され、バトルシティ編第87話、受け継ぎしカード、サイコショッカー反撃で、ランドスターの剣士と共に、リシドにダイレクトアタックを決め、バトルシティ編の、アニメオリジナルデュエル、第136話、ブルーアイズホワイトドラゴン対、ブルーアイズホワイトドラゴン。ターンをしのぐために守備表示で召喚されたが、海馬のブルーアイズホワイトドラゴンに、戦闘破壊されてしまい、ドーマ編第170話、フルアーマーグラビテーション。切り込み隊長の効果で特殊召喚され、バロンにダイレクトアタックを決めるなど、ステータスの低い通常モンスターとしては、異例の高待遇で、アニメに登場していた。KC グランプリ編の、第186話、動き出した陰謀では、デュエルコンピューターに組み込まれた、あらゆるデュエリストと、カードのデータの中に、城之内のデータもあったからか、最高レベルのはずの手札にも、このカードが入っていた。風の番人、ジン。ブースター1で登場した、風属性、魔法使い族の下級モンスター。8000枚あるモンスターカードの中で、レベル3、風魔法使いの通常モンスターは、このカードのみ。実は、レベル2、4、5の、風魔法使いの通常モンスターも、1枚ずつしかいない、レアなグループに所属している。このレベル、属性、種族、ステータスだから受けられるサポートもあるが、だからといって、積極的に使用するほど、使い勝手の良いモンスターでもない。ジンとは、主にアラブ圏に伝わる、精霊や魔人などの、超自然的な存在の総称。普段は目に見えず、姿を現すときは、煙や風が固まるように、形を作るとされ、伝承や物語では、人や動物、巨人や怪物など、様々な姿で登場する。イスラム教が成立する以前から、アラブ人によって信仰されていたジンは、土からアダムが作られる、2000年も前に、アッラーによって、煙の出ない日、サハラ砂漠に吹く熱風から作られたと言われている。砂漠の夜空に流れ星が光るのは、アッラーが、悪い人を攻撃するためとされていた。関係はないが、同じジャンプ作品の悠々白書にも、風使いのジンがいる。グロス。ブースター1で登場した、水属性、水属の下級モンスター。ウォーターエレメントと、すべてのステータスが一緒で有名だが、属性、種族を問わなければ、同じブースター1のビシュアランディなど、攻撃力、守備力が一緒のモンスターは、全部で9枚あり、水属性水属で、攻守が逆の、タートルタヌキもブースター5で登場した。このカードは、ゲームボーイ用ソフト、遊戯王デュエルモンスターズ、モンスターデザイン応募企画の、採用作品であり、カード名は、特に印象的な、唇に透明感や艶を与える、リップグロスからと思われる。しかし、英語名は、ムチのように長い、からなのか、Twin Long Rods No.1 と付けられた。色違いモンスターのツインテールは、体色以外は同じに見えるが、テキストを参考にするならば、グロスに生えているのは腕、ツインテールに生えているのは尻尾、とのこと。ツインテールの英語名は、Twin Long Rods No.2 である。アニメ、遊戯王 GX 第34話、湯煙旅情、ブルーアイズホワイトドラゴンの物語中。このモンスターも、カードの精霊の世界で、ジュエル鬼に出てきていた。ゴースト。ブースター1で登場した、闇属性、アンデッド族の下級モンスター。スターターボックス出身の、魔人ガンとは、種族以外のステータスが同じで、レベル2、闇属性の通常モンスターとしては、最大の守備力だが、登場当時のイニシエの時代でも、この守備力では壁になれなかった。
また、アンデッド族、レベル2の通常モンスターを蘇生する、スピリッツ・オブ・ファラオの効果に期待したいが、攻撃力の高い、マーダーサーカスゾンビや、王家の守護者などがいるため、それも難しいだろう。幽霊とは、人間が死んで、肉体を失っても、魂だけが現世をうろついている、と言われるもの。古今東西、世界各地で似たような話があり、日本では、成仏できない霊が現れるとされ、海外でも、未練を残したままの死者の魂が、生前の姿で現れる、というのが一般的である。なお、成仏とは、仏教の教えとともに入ってきた、仏教用語であり、仏教の伝来以前の日本では、神道の考えのもとで、霊は鎮魂されていた。余計な考察をするならば、カードのイラストが、八つの頭を持つ、ヤマタノオロチに見えるのも、たたり神の代表ともされるヤマタノオロチは、鎮魂される側であるから、とも考えられる。日本においては遠ざけられ、忌避されることの多い幽霊だが、心霊研究が盛んなイギリスでは、自分の家に、幽霊が出ることを自慢し合う人たちがいたり、幽霊見学ツアーが行われるなど、その存在を信じ、知的好奇心の対象とする人も少なくない。トレジャラーズハウスに出るとされる、ローマ軍人の幽霊の集団は、最も寿命の長い幽霊として、ギネスブックにも登録されており、幽霊が出ると評判の物件は、通常よりも高額で取引されることもあると言われる。アニメ、ローマ編第145話、新たなる闇の鼓動の作中。世界中に現れた、カードのモンスターの中に、このモンスターもちょっとだけ登場していた。サターナ。ブースター1で登場した、闇属性、魔法使い族の下級モンスター。5枚のレベル2、闇属性、魔法使い族の通常モンスターの中では、魅惑の回答、闇に従う者とともに、最高の攻撃力なのだが、残りの2枚の攻撃力も、650、600なので、大きな違いはない。英語名が、Phantom Dewan であり、Dewan とは、インドなどで交換の意味を持つため、動きを止める能力というのは、いつの時代もエリートなのだろう。また、カナダのバンクーバー沖には、サターナ島という小さな島があり、こちらは、シャチ好きには有名な、オルカウォッチングのポイントとして知られているようで、クルーズツアーなどでは、高確率で、シャチの姿を見ることができるらしい。プレイステーション2用ソフト、シンデュエルモンスターズ2では、テキストになぞらえて、相手の動きを3ターン止める効果を持っていた。チェーンの翼。ブースター1で登場した、炎属性、炎属の下級モンスター。同じブースター1に、ファイアーアイという、攻撃力が100高いモンスターがおり、レベル、属性、種族も同じため、登場当時から出番がなかったが、マブラスの融合素材なので、役目がないわけでもない。なお、現在の炎属性、炎属のレベル2モンスターは13枚、通常モンスターはそのうち5枚となり、通常モンスターとして、攻撃力は2番手、守備力も最大値だが、やはり出番は作れなかった。カードのイラストは、見る人によっては嫌悪感を抱きそうな、よくわからない本体から、炎が翼っぽく出ているだけだが、ゲームボーイ版、デュエルモンスターズシリーズのイラストは、全身が炎に包まれた、火の鳥のように描かれ、プレイステーション2用ソフト、シンデュエルモンスターズ2の 3D モデルでは、生えている翼が6枚と豪華になり、炎の被膜と情報量が増え、スカイフィッシュのような見た目になっている。海外では2014年の、Astral Pack 4に収録された。スピック。ブースター1で登場した、風属性、鳥獣属の下級モンスター。レベル2以下の鳥獣属通常モンスターは、このカードとハーピーガールの2枚しかおらず、このカードに特別なこだわりがなければ、サポートの多いハーピーガールが優先される。ネット上で使用されるアスキーアートのオエドリの元ネタの一つと言われるモンスター。大きく口を開けた鳥が、オエしているものだが、そんなことをされたら、気が弱くなくても驚くだろう。なお、別の元ネタとされるコリブリは、ファイナルファンタジー11、14に登場する鳥型のモンスターで、我々のコリブリのフレーズとともに、プレイヤーや運営から愛されていた。第1期のボリューム4には、色違いのグレードビルが登場しているが、見た目は鳥なのに、なぜか種族は獣族に変更されている。聖なる鎖。ブースター1で登場した、光属性、天使族の下級モンスター。現在、5枚ある光天使族の、レベル2通常モンスターの中では、ハッピーラバーに次ぐ攻撃力と、最大の防御力を持っているが、創造の代行者、ヴィーナスのお供である、ホーリーシャインボールや、ハッピーラバーの優先度が高く、このカードの出番は少ない。神話において、鎖に繋がれた有名な話には、ギリシア神話のアンドロメダがあるが、
鎖に繋がれなかったものに、北欧神話のフェンリルがいる。フェンリルは、神々が用意した、川の戒めの意味を持つ、レイディングと呼ばれる、鉄の鎖を苦もなく引きちぎり、レイディングよりも丈夫な、金の戒めの意味を持つ、ドローミという鉄の鎖も引きちぎったが、むさぼり食うものの意味を持つ、グレープニルという、魔法の紐によって捕獲された。色違いモンスターに、ボリューム3で登場した、封印の鎖がおり、どちらも、プレイステーション2用ソフト、新デュエルモンスターズ2で、3D モデル化されているが、聖なる鎖の出所がデザインされているため、カードのイラストとは、まるで違うものになっている。ゾンビランプ。ブースター1で登場した、闇属性、アンデッド属の下級モンスター。このカードを含めた、7枚の闇属性、アンデッド属、レベル2の通常モンスターは、第3期出身の、ファラオのしもべ以外は、イニシエの時代の生まれであり、その中でも、このカードは最も攻撃力が低く、マーダーサーカスゾンビや、ファラオのしもべのような、極端なものを除けば、防御力も、最も低い数値だが、ステータスが低いことで受けられるサポートもあるので、使われないが、悪いことばかりでもない。第3期に登場したナイトメアホースは、効果付きという以外は、すべてのステータスが一緒。アンデッドだが、腕をロケットのように飛ばす、ロボットのようなモンスター。腕を飛ばして攻撃するロボットの元祖は、横山光輝先生原作の、ジャイアントロボに登場する、GR2 の、強力プレス士と言われているが、有名なのは、ロケットパンチを名付け、使用した、長井豪先生原作の、マジンガー Z だろう。現在では、無線優先を問わず、様々な腕を飛ばす技が登場している。ゲームボーイ版、デュエルモンスターズシリーズでは、変更前まで、機械の腕を強調したイラストが使用されていた。ダークプラント。ブースター1で登場した、闇属性、植物属の下級モンスター。2020年12月に発売された、セレクション10に、地属性の、サンシードゲニウスロキが収録されるまで、20年以上、レベル1植物属の通常モンスターは、このカードのみだった。サンシードゲニウスロキは、他に替えのつかないカードであり、レベル1、闇属性植物属で選ぶなら、優秀な効果モンスターがおり、植物属の通常モンスターから選ぶなら、レベル1から選ぶ必要がないため、出番がない。色違いモンスターに、レベル2、地属性になった、深淵に咲く花がいる。植物を利用して、環境修復を目指す技術を、ファイトレメディエーションという、ギリシャ語の、ファイト、と、ラテン語の、リメディエーション、を、合わせた造語で、土壌汚染の拡大や、環境規制の強化をきっかけに、1990年代から、世界中で研究されるようになった。有害物質や放射性物質、重金属などの汚染物質を除去する植物種として、アブラナ科やイネ科の植物、ハイブリッドポプラなど、約400種類の植物が発見されている。福島原発の事故後には、放射性物質の土壌汚染対策に、ひまわりを使用した除去実験も試されていた。魔法カード、偽りの種のイラストにも登場しており、ひまわりが植えられていた場所から生えてきている。太鼓の壺。ブースター1で登場した、地属性、岩石属の下級モンスター。ボリューム1の埴輪と並び、遊戯王最初期の、岩石属の1枚で、ポット系やポット系を含む、壺系モンスターの始祖でもある。レベル1、岩石属の通常モンスターは、このカードのみであり、唯一というアイデンティティがあるため、岩石属デッキなどでも候補に上がりやすい。なお、岩石属の下級、通常モンスターの中では、攻守ともに最も弱い、最弱のモンスターでもある。壺とは、食料の貯蔵や、水やお酒などの運搬に使用される器のこと。一般的には、丸い袋状に、首のある開口部や注ぎ口があり、人間が一人で運搬可能な大きさの器を、壺と呼ぶ。日本では、縄文時代の早い時期に登場しており、亀と共に、主要な器の一つとされ、壺と亀の区別としては、日本の人類学者である、長谷部コトン殿の、頸部の径が、口径、あるいは腹径の、3分の2以上のものを亀と呼び、3分の2未満のものを壺とすると定義されたものが知られている。また亀は貯蔵などにも使用されるため運搬を目的としない大型の器であることも含めて区別された。色違いモンスターにはみんな大好きメタモルポットがいる。ディップビーク。ブースター1で登場した地属性獣属の下級モンスター。4枚あるレベル2、地属性、獣属の通常モンスターの中では、攻撃力でバビロンに負け、サポートの多さでデイモンビーバーに負け、サポートと守備力で、メルフィーラビーに負けてしまい、
通常モンスターから選ぶなら、レベル2以外でもいいので、戦力としての出番はなかったが、110代更新のイラストでは、元気そうな姿を確認できる。海外では、2005年11月から、公認大会で配布された。Tournament Pack 7に収録されたが、日本では、ブースター1以降絶版のため、知名度はないが、遊戯王初期の、貴重なカードの1枚。イラストでは、体毛のようなものが生えているためか、このカードも爬虫類族ではなく、獣族に設定されており、チリの民話には、毛に覆われた大蛇と言われる、ピグチェンが登場する。ドラゴンとも言い伝えられるピグチェンは、翼を持ち、猛毒を帯びた硬い毛を持つ、とも言われ、存在は非常に危険だが、積極的に人を襲うことはないらしく、それでも伝わる退治方法は、住んでいる木に布を巻き、逃げられないようにしてから火をつけるという、人間とピグチェンのどちらが危険なのか、よくわからないものだった。ブースター5には、色違いのくちばし蛇が登場したが、そちらは爬虫類族と、謎の区別がされている。手招きする墓場。ブースター1で登場した、闇属性、アンデッド族の下級モンスター。融合モンスターを含め、現在ある11枚の、レベル3、闇アンデッド族の通常モンスターは、すべて第一期の異物で、その中でもこのカードは最も古く、攻撃力が最も弱い。名前やテキストに墓場と付くカードは、さらに少ない6枚となり、モンスターカードは、マンモスの墓場と、このカードの2枚のみとなる。墓とは、遺体や遺骨を葬ってある場所のことであり、墓である目印として設置するものを、墓標という。墓標として置かれるものに、墓石などがあるが、土を盛り上げ、目印としたものを墳墓と言い。さらに、大きく作られた墳墓は、陵墓と呼ばれ、世界に残っている、大谷皇帝の有名な陵墓には、1979年に、世界遺産に登録された、エジプトの、ギザの大ピラミッド。1987年に、世界遺産に登録された、中国の、秦の始皇帝陵。2019年と、比較的新しく世界遺産に登録された、日本の大仙陵古墳などがあり、この古墳は、第16代の、仁徳天皇が祀られているため、仁徳天皇陵とも呼ばれ、世界最大の面積の墓とされる。プレイステーション2用ソフト、シン・デュエル・モンスターズ2では、カードのイラストとは違い、墓石から手が出る形で、3D 化されていた。ドローン。ブースター1で登場した、地属性、戦士族の下級モンスター。このカード以外のレベル2、戦士族の通常モンスターは、ボリューム1出身の、コピックスと、支援の影武者。スターターボックス出身の、仮面道家と、シャドウファイターの4枚となり、5枚すべてが遊戯王最初期のカードという、戦士族ご長寿クラブのメンバーである。5枚の中では最大の攻撃力だが、決め手になるほど大きな差でもなく、レベル2、戦士族には優秀な効果モンスターも多いため、よほど通常モンスターが必要とされるデッキでなければ、採用はなかなか厳しいだろう。初出は、ゲームボーイ用ソフト、遊戯王デュエルモンスターズで、モンスターデザイン募集の採用作品。1、2では、OCG 版と同じ通常モンスターだったが、3以降には、テキストになぞらえた。2体に分裂するという、生贄などに役立つ効果を持っており、ゲームの方が使いやすいカードだった。ドロンとは、歌舞伎の効果音に由来する言葉。歌舞伎で、幽霊や妖怪が出るときや消えるとき、大太鼓を連打したときの音が、ドロドロと聞こえることから、使用する大太鼓をドロンと呼ぶようになり、そこから、姿を隠すことや、姿を隠すときに、ドロンという言葉が使われるようになった。日本では、1980年代に、忍者のポーズで、お先にドロンします、というのが流行ったため、現在でも、忍者の効果音として、特にドロンの印象が強いと言われる。アニメでは、遊戯王 GX、第17話、ドロー、ドロー、ドロー、に登場。名前にドローが含まれるため、ドローの修行をする男、大山平が使用していたが、17話はそんなことよりも、開けるまで中身がわからない、ドローパンの初登場の方が大事である。第90話、アカデミアのプライドでは、大山対マチマチカ戦に登場していた。アニメ、遊戯王であるセカンド、第85話、疾風陣雷のカウンターバトル、決意の投資ありとでは、洗脳された一般生徒の一人が、このモンスターを召喚しているなど、特に特徴のない、最初期のカードの中では、比較的映像化の機会に恵まれている。とろける赤き影。ブースター1で登場した、水属性、水属の下級モンスター。不気味なイラストと、ステータスの低さから、子供が外れと思う代表みたいなカード。レベルや、ステータスの低さは介護してもらえるようになったが、絶版となっているため、使おうと思っても、手に入れるのが容易ではない。同じレベルの、水水族の通常モンスターは、このカードを含めて6枚あり、
攻撃力の高いカエルスライムや、守備力の高いサイコカッパーもいるため、わざわざこのカードを手に入れなくても、なんとかなるだろう。赤潮とは、海などの水が変色して見える現象のこと。原因は、プランクトンの異常増殖であり、プランクトンによる、水中の酸素の大量消費や、魚のエラへの付着によって起こる、物理的な窒息など、それらの影響で魚介類が死に、漁業、特に養殖業に大きな被害が出ることもある。要因としては、水温の上昇、水の流動性の低下、競合するプランクトンの減少などのほか、生活工業排水などにより、水中の栄養が多くなる、人為的な不栄養化があるとされ、日本では、全国で下水道整備が行われていたが、兵庫県が長年続けてきた、海をきれいにする取り組みの結果、海がきれいになるとともに、必要な栄養分も減り、漁獲量の減少が起こったため、兵庫県では、2018年から、下水処理場の排水基準を緩めるなど、海をきれいにしすぎない取り組みという、漁業に影響が出ないものへと転換された。色違いモンスターに、闇属性、戦士属になったドッペルゲンガーがいるが、英語名が、Green Kappa と、水から離れた方が、水属っぽい名前になっている。ナイトメアスコーピオン。ブースター1で登場した、地属性、昆虫属の下級モンスター。収録された当時ならば、攻撃力900は、弱くはなかったが、レベル3、地属性、昆虫属の通常モンスター5枚の中では、守備力でクモ男に大きく負け、攻守ともに、色違いモンスターの、ツンドラのオオサソリに負け、レベル4以下の、地属性、昆虫属の通常モンスターには、G 戦隊シャインブラックや、インセクトナイトがいるため、残念ながら優先度は低い。ナイトメアとは、悪夢を意味し、睡眠時に見る悪い夢のこと、夜を意味する、ナイト。と、古英語で、鬼や悪霊を意味する、メア。からなる言葉で、悪夢を引き起こすゴブリンとも言われ、この際のゴブリンとは、意地の悪い霊のことを言う。アニメ、遊戯王 5Ds、第43話、それぞれの決意、心から信じられるもの。物語冒頭の、廃墟でデュエルしている男のフィールドに、このカードも並んでいるのが、ちょっとだけ見える。ハッピーラバー。ブースター1で登場した、光属性、天使属の下級モンスター。レベル2、天使属の通常モンスター5枚の中では、最高の攻撃力を持ち。レベル2、通常モンスターなので、人海戦術の効果の対象となり、通常モンスターということで、高等儀式術のコストに使える。などなどの理由から、天使属を多く詰め込む、モケモケデッキに採用されているが、デブリドラゴンの効果で蘇生できる、攻撃力500以下で、創造のヴィーナスで、手札、デッキから、破壊のヴィーナスで、墓地、除外ゾーンから特殊召喚できる。サポートの量でさらに上を行く、ホーリーシャインボールの方が、採用率は高い。第6期に登場した、高齢使いライナのイラストには、使い魔として隣に並び、第9期の儀式魔法、精霊の祝福では、レベル2、光天使族の代表として、イラストに参加している。同じ第1期のボリューム6には、色違いモンスターの、テンダネスが登場した。ハートとは、心臓を表すシンボルと言われ、一般的には赤色で表現されることが多い。日常で目にする機会のあるハートマークには、トランプの絵柄があるが、これらはフランスタイプと言われ、遡ると15世紀後半に、ドイツ式のマークを単純化し、塗りやすくするために単色化したものであり、本来のドイツタイプの絵柄は、鈴、心臓、この葉、どんぐりだった。また、日本でも井の目と呼ばれる、古くから使われているハートの形の文様があり、井の目をずらして重ね、氷炭の形に似せた、氷炭井の目と合わせて、火災の厄除けなど、魔除けの装飾として、神社などの建築物のほか、刀剣の刀装具などにも見られる。イノシシの目と書くものの、イノシシがモチーフであるという定説はない。しかし、中国の陰陽五行において、十二支の岩、水の属性にあたるため、水の容器であった、氷炭も含め、火除けが意識された名付けとなっており、神社仏閣の屋根に取り付けられた、魚の身代わりの装飾板、ゲルとともに、何十もの火伏せのまじないとなっている。アニメでは、ジュエリストキングダム編第2話、イリュージョニストノーフェイスの罠の冒頭、マザキアンズが守備表示で伏せており、城之内の、岩窟魔人オーガロックに破壊された。ジュエリストキングダム編、第13話、メタモルポットの罠、炎の剣士危うし、闇爆らが仕掛けた闇のゲームの中で、闇遊戯の手札にあるのが確認できる。ジュエリストキングダム編、終盤の第40話、キングオブジュエリストでは、闇爆らのカード占いの1枚目、ペガサスの誕生と、少年時代を表すカードとして引かれ、幸せな恋愛と、逆位置のため、悲劇的な別れを示した。アニメ、遊戯王 GX、第23話、脱力、モケモケデュエル。
モケモケ使いのモテギモケを出しようし、イカれるモケモケ発動のトリガーとなり。第34話、湯煙旅情、ブルーアイズホワイトドラゴンでは、カードの精霊として姿を見せている。アニメ、遊戯王アーク5、第127話、リバイバルゼロの、赤バレオの回想シーンで、公園でジュエルする少年が、このモンスターを召喚していた。アメリカで制作された、遊戯王カプセルモンスターズにも、アンズの使用するモンスターとして登場しているなど、原作にも登場しない、イニシエの時代出身のカードの中では、特に活躍と出番の多いモンスターである。ハリケル。ブースター1で登場した、風属性、魔法使い族の下級モンスター。レベル2の風属性、通常モンスターは、現在までに8枚と数が少なく、その中では最大の攻撃力と、最低の防御力という、攻撃的なステータスを持ち、そして、唯一の魔法使い族という、使えそうな条件だけは、たくさん詰まったカードである。このカードのテキストを、イラストにしたようなトラップカード、荒野の大竜巻が、第7期に登場している。ハリケーンとは、特定の地域で発生した、風速が64ノット以上の、熱帯低気圧を言う。熱帯低気圧は、熱帯から、亜熱帯の海で発生する、強風や大雨を伴う低気圧の総称で、中心部に、目と呼ばれる領域と、周囲に渦巻き状の雷雲ができ、その向きは、北半球で反時計回り、南半球で、時計回りに渦を巻く。北西太平洋で発生、発達したものを台風と呼び、南太平洋、インド洋で発生したものを、サイクロン。大西洋、北東太平洋で発生したものを、ハリケーンと呼ぶ。ハリケーンの条件となる、風速64ノットとは、風速33メートル毎秒のことで、日本では、気象情報で強い台風に分類され、物が飛んできて怪我をする危険性があるため、注意しよう。なお、竜巻とは突風の一種で、発達した積乱雲の下で、地上から雲まで伸び、高速で渦を巻く上昇気流であり、トルネードとも呼ばれ、ハリケーンや台風とは全く異なる。アニメ、ドーマ編第164話、オレイカルコスソルジャーでは、赤眼のホワイトタイガーと共に、アイアンハートに召喚されていた。人食い植物。ブースター1で登場した、地属性、植物族の下級モンスター。ボリューム1で登場した、火炎草に続く、遊戯王 OCG では、2枚目となる植物族。このカードと、ボリューム2のマンイーター、ブースター3のヤシの木。ブースター7のキノコマンの4枚は、レベル、属性などのステータスが、すべて同じとなっている。ボリューム3では、色違いモンスターとして、レベル3の魔界の茨が登場した。食人植物とは、人間を襲い、捕食するという架空の植物。人を食べるという設定は、食虫植物をもとに、近代に創作されたものも多いとされ。伝説や伝承に残るものには、近づいた人間に襲いかかり、血を吸うものや、死んだ人間を養分にするものなど、様々な方法で栄養を摂取しようとする者がいる。中央アメリカと南アメリカの一部に生息すると言われる。や、で、ベオという食人植物は、普段は大型の昆虫を捕食しているが、栄養が足りなくなると人間を襲うという。や、で、ベオとは、スペイン語で、私はすでにあなたを見ている、とされる。アニメ、デュエリストキングダム編第8話、奪われたブルーアイズホワイトドラゴン。奪ったデッキを使用していた木馬が召喚したが、砦を守る抑留に戦闘破壊された。なお、デッキとスターチップを奪われたデュエリストは、残念ながら失格となっている。ファイアーアイ。ブースター1で登場した、炎属性、炎属の下級モンスター。レベル2、炎属性の通常モンスターの中では、最も攻撃力が高いが、全体から見れば中途半端なステータスで、現在の炎属性は、深淵の爆発に対応する。守備力200かを確認されることが多いため、やはり、このカードの優先度は低い。神話や伝説などで、炎に包まれた、目玉の記述は見つからなかったが、伝説上の生き物とされるコカトリスは、見ただけで相手を燃やすとも言われる。夏には、夏に吹く、乾いた高温の風という意味の、炎風という季語が、春には、山から降りてくる、暖かく乾燥した風という意味の、風炎という季語がある。アニメ、遊戯王 GX 第34話、湯煙旅情、ブルーアイズホワイトドラゴンでは、このモンスターも、カードの精霊として登場し、カイバーマンと10代のデュエルを見守っていた。ファランクス。ブースター1で登場した、地属性、獣族の下級モンスター。テキストに、気持ち悪いやつと書かれている、気の毒なモンスター。気持ち悪いとテキストに書かれているカードには、ボリューム2のドローバがおり、
レーザーを出すと明言されているのには、プリズマンと、イースター島のモアイの2体がいる。同じレベル3、地属性、獣族の通常モンスターには、攻撃力が高く、融合サポートのあるシルバーホングや、守備力が高く、融合サポートのあるスリーピーがいるため、このカードを優先させる理由はない。ファランクスとは、古代に用いられた、槍を持った重装歩兵による、密集陣形のこと。人の手足には、多くの骨が集まっているため、欧米圏では、その密集陣形になぞらえて、Phalanx Bones、または、Phalanges、と呼ばれる。このカードがファランクスと名付けられた理由も、特に密集要素もないため謎であり、無理に理由を探すのならば、110代更新のイラストで確認することができる。槍のような頭の突起と、重装備も余裕そうな、獣族とは思えない、鍛え込まれた肉体くらいだろうか。色違いモンスターに、ボリューム5で登場した、青白い肌のペールビーストがいる。ヘルゲートビーグ。ブースター1で登場した、闇属性、獣族の下級モンスター。OCG 初の闇獣族であり、4枚しかない通常モンスターの中では、唯一のレベル3カード。なのだが、このモンスターじゃなきゃ、ということもないので。闇獣族ならば、レベル4の通常モンスターで、攻撃力が最も高い、暗黒のマッドドッグや、同じレベル3、獣族ならば、融合サポートのあるスリーピーの方が、使い道は多い。OCG では、特別な役割のないモンスターだが、プレイステーション通用ソフト、新デュエルモンスターズ2では、モンスターの召喚に必要な、召喚パワーを満タンにする、優秀な効果を持っていた。地獄の門とは、叙事詩、新曲に登場する地獄の入り口、および、それをテーマに制作されたブロンズ像のこと。新曲は、イタリアの詩人、ダンテ・アリゲーリの代表作。地獄編に登場した地獄の門と、その門の頂に記された名文。この門をくぐる者は、一切の希望を捨てよは特に有名で。主人公のダンテは、詩人、ウェルギリウスの案内で門を抜け、9つの地獄を巡り歩く。ブロンズ像の地獄の門は、オーグストロダンの、未完の作品で。考える人は、門を構成する群像の一つとして作られ、地獄の門から地獄を覗き込み、苦悩している姿とされる。その他、中央アジアにあるトルクメニスタンで、半世紀の間燃え続けるガス田が、地獄の門と呼ばれている。お腹にある、地獄へ通じる扉でヘルゲートならば、呼び戻すという意味の、召喚が使われているため、ディーグは、掘り返す、掘り出すという意味を持つ。Dig. で、地獄に落ちたモンスターを掘り返すモンスター、というのがしっくりくるだろうか。イラストがなかなかグロテスクなせいか、色違いモンスターの、オーグイグールのデザインは控えめになっている。アニメ、遊戯王ゴーラッシュ、第27話、アニメは辛い世の中で、劇中アニメの、モンスターデザインの一つとして、このモンスターのラフ画が登場していた。ホーリーパワー。ブースター1で登場した、光属性、魔法使い族の下級モンスター。レベル2、光魔法使い族では、唯一の通常モンスターだが、そこまで尖った使い道もないため、レベル2、魔法使い族では、聖杯をいただく巫女が、レベル2、光属性では、ギャラクシーサーペントや、ホーリーシャインボールなどが優先されるだろう。聖なる力を使うと明言されているカードは、このモンスターを含めて5枚が登場しており、5枚すべてが古の時代のカードで、聖なるだからか、光属性で揃えられていた。海外未発売のカードだが、オンライン対応のゲームでは、Lucky Trinket と、英語名を付けられており、Trinket には、小さなアクセサリーや、安価な宝石といった意味があるため、このモンスターの、体のあちこちについている小さな玉は、パワーストーンのような、幸運のお守りなのかもしれない。アニメ、遊戯王 GX、第34話、湯煙旅情、ブルーアイズホワイトドラゴンでは、カードの精霊として登場し、目立たないが、デュエルを見守っていた。魔刀を持つ蛇竜。ブースター1で登場した、風属性、ドラゴン族の下級モンスター。ボリューム1のプチ竜に続く、2枚目の風ドラゴン族だが、同じ第1期でも、攻撃力が高く融合サポートもある、砦を守る翼竜や、ベビードラゴンがおり、第2期には、壁になれる、洞窟に潜む竜も登場したため、割と早い時期から存在感は薄かった。蛇竜と名前につくモンスターは、このカードと、蛇竜星ガイザーの2枚のみとなる。蛇竜とは、神話や伝承、または創作物に登場する、邪悪な竜やドラゴンのこと。様々な姿や性格で語られるドラゴンだが、特に、キリスト教で伝えられるものは、悪の象徴や、悪魔と同一視されるなど、そもそもが邪悪な生き物であるとされ、大悪魔、地獄の長と伝えられるサタンは、ヨハネの黙示録では、赤い竜、または、年下蛇とも呼ばれた。
邪竜として有名なものには、遊戯王とも関係の深い、エジプト神話に登場するアポピス。古代ペルシア発祥の、ゾロアスター教に登場する、有翼の勇者、アジダハーカ。日本神話に登場し、8つの頭と、8本脳を持つ、ヤマタノオロチなどがいる。このカードは、英語名に、Wicked Dragon with the Ersatz Head と付けられており、Wicked には、邪悪、Ersatz には、大王の、偽のという意味があるため、頭かお腹のどちらかは偽物らしいが、それがわかるほどの人気は出なかった、残念なモンスター。未熟な悪魔。ブースター1で登場した、闇属性、悪魔族の下級モンスター。恵まれた属性と種族のモンスターだが、当時でも半端なステータスのため、差別化がしにくく。同じレベルの闇属性、悪魔族のモンスターにも、攻撃力の高い、怨念集合体や、このカードよりはサポートの多い、謎の手もいるため、好みの定が優先度は低い。このカード以外で未熟と言われるのは、未熟な密定と、剣の腕が未熟な、ランドスターの剣士の2枚となる。未熟な悪魔の英語名は、Embryonic Beast と付けられており、意味は肺の獣、もしくは未発達の獣で、悪魔はどこかに行ってしまった。肺とは、複数の細胞で体が構成されている、多細胞生物の、人であれば、受胎後9週目までの、肺気のことを言い、それ以降は胎児というが、肺の器官は種によって異なり、鳥類などは、卵から孵化するまで、牛などの胎生動物は、親の体内にいる間は肺と呼ばれる。ゲームボーイ用ソフト、デュエルモンスターズシリーズでは、時の魔術師と融合し、デーモンの召喚になるが、このカード自体は、完全体になれなかった悪魔であり、それも別の時間軸の話なのか。プレイステーション2用ソフト、新デュエルモンスターズ2では、ガーゴイルという成長先を披露し、遊戯王ラッシュデュエルには、未熟な魔王というリメイクカードが登場していた。ミッドナイトデビル。ブースター1で登場した、闇属性、悪魔族の下級モンスター。レベル2、闇悪魔族の中では、怨念集合体に次ぐ攻撃力の高さだが、攻撃力800ということで、ブラックガーデンに対応するのがささやかな強み。深夜つながりのカードに、深夜急行騎士、ナイトエクスプレスナイトが、ボリューム2のラーバスは、このカードと同じく、テキストに、鳥の化け物と書かれていた。ミッドナイトとは、真夜中を意味する言葉で、夜の中間点とも言われる。似た意味の言葉には、夜遅くの時間帯を指す、夜半や深夜などがあるが、その範囲は曖昧で。労働基準法では、22時から、翌日5時までを深夜業、風俗営業法では、午前0時から、午前6時までの時間とされ、青少年保護育成条例では、23時から、午前4時までと規定する地方自治体も多く、午前0時を言うならば、夜のせい12時を指す、小子を使用すると間違いがない。なお、小子とは、根の刻の中間を表す、正午の対義語で、正午は、馬の刻の中間を表し、昼のせい12時を指す。天気予報では、深夜という言葉は使用されず、21時から0時までを、夜遅く。0時から3時までを未明、3時から6時までを明け方と呼ぶ。化け物とはいえ、鳥っぽくないこのカードのイラストは、デーモンの召喚と同じく、モチーフがあり。Magic the Gathering に登場する、Morin Fen のイラストが、元になっていると言われている。ヤマタのドラゴン絵巻。ブースター1で登場した、風属性、ドラゴン族の下級モンスター。レベル2、ドラゴン族の通常モンスターは、このカードを含めて4枚しかなく。その中でも、風ドラゴン族は、現在までにプチ竜と、このカードの2枚だけとなる。力こそパワーだった初期遊戯王では、レベル2で、攻撃力が高めのこのカードは、頼りにもなったが、サポートが充実してきた現在では、ステータスが弱くても、融合サポートのあるプチ竜の方が、役割は多い。このカード以外に、ドラゴンが実体化したモンスターには、デビルナイトドラゴンがおり、攻撃の時に、実体を出すと明言されているのは、ディスクマジシャンと、このカードのみである。絵巻物とは、日本の絵画形式の一つで、強大な画面に、情景や物語などを、連続で表現したもの。現存する最古の絵巻物は、奈良時代に制作された、永遠座経という、釈迦が成仏するまでを描いたものがあり、平安時代には、枕草子、伊勢物語、宇治周囲物語などの絵巻物が制作されたが、9世紀から11世紀の絵巻物は、現在見つかっておらず、平安期の4大絵巻と称される。源氏物語を題材にしたものでは、最古の絵巻物、高吉源氏と呼ばれる、源氏物語絵巻。応天門の放火から始まる、応天門の変を題材に、大納言、友の吉尾の陰謀を描いた、万大納言絵言葉。
シギさんの中高の祖と言われる僧侶、妙蓮の逸話を描いた、日本の漫画文化のルーツの一つとされる、シギさん演技。京都市右京区の、高山寺に伝わり、日本最古の漫画と呼ばれる、鳥獣人物戯画は、いずれも平安時代末期、12世紀の作品と考えられている。絵巻物とは、日本で作られた大和絵様式の作品を指し、通常は、日本人の作品でも、動画などは絵巻物とは呼ばれない。プレイステーション2用ソフト、新デュエルモンスターズ2では、3ターン生き残ることで、ヤマドランに成長し、アメリカ版のアニメ、遊戯王カプセルモンスターズでは、宝箱の中から飛び出す、という出番があった。闇を司る影。ブースター1で登場した、闇属性、悪魔族の下級モンスター。闇悪魔族という、優遇されたグループに所属するため、通常モンスターだけでもライバルが多く、守備力の高い天職の魔境、攻撃力の高い深淵の冥王などのほか、エクストラパック2018では、バニラに加えて、ペンジュラムとチューナーを持った、ハロハロも登場したことで、このカードの優先度はさらに遠くなってしまった。暗闇に住んだり、暗闇から襲ったり、暗闇に引きずり込んだり、闇打ちを仕掛けるモンスターは、大概弱い。およそ8000枚あるモンスターの中で、金縛りで敵の動きを封じるのは、このカードだけである。金縛りとは、主に就寝中、意識がはっきりしていながら、体を動かすことのできない症状のことを言う。医学的には睡眠麻痺と呼ばれ、人が上に乗っている、耳元で囁かれる。部屋に人が入ってくるなど、幻覚を伴うこともあるため、日本では、幽霊や心霊現象と関連付けられることが多く、夢の一種と認識されている北米では、UFO に誘拐されたなどの、体験談が多くなると言われる。なお、金縛りは本来仏教用語であり、不動明王が持つとされる剣作を使用した。仏敵や煩悩を縛り上げる、不動金箔の方のこととされるが、一般に、広く使用されるようになったのは、1950年代の、テレビ番組がきっかけだったという。プレイステーション2用ソフト、新デュエルモンスターズ2では、相手の動きを、3ターン制限する効果を持ち、使用されている 3D モデルからは、腕と思われる部分が、複数あるのを確認できる。伝説の剣。ボリューム1で登場した、戦士族の攻守を、300ポイント強化する装備魔法。第1期第1弾という、伝説の始まりに収録された、あいうえお順なら、文句なしで始まりの装備カード。まさに、そして伝説への1枚で、最初期の装備カードの中では、特に知名度が高く、OCG だけではなく、ラッシュデュエルも含め、いくつかのイラストの中に描かれている。現在では、戦士族専用の装備カードも、数多く登場しているが、ボリューム1で、攻守ともに最強だった、スノブラックマジシャンを止められるのは、このカードを装備した、暗黒騎士ガイアだけであり、ある意味、勝利の鍵なのだが、デュエルモンスターズシリーズでは、闇の者には使えないと書かれているが、暗黒騎士をはじめ、多くの闇属性モンスターが装備可能だった。第2期に、戦士族専用で、このカードより強化値の高い、稲妻の剣が登場しているが、ロトの剣と、稲妻の剣のようで、ファミコン世代には、少しだけ感慨深いものがある。伝説の剣とは、説話や創作物などに登場する、伝説の部分の中で、主に、刀剣に分類されるものを言う。伝承にのみ伝わるものも多いが、実物があり、現在も存在するものとして、イギリス王家に代々伝わり、スペードのジャックのモデル、オジェルダの輪が使用したと言われる、カーテナ。カーテナと同じ鋼で製作されたと言われ、伝承の通りに岩に突き刺さる、ローランの剣、ジュランダル。騎士ローランが使えた、シャルルマーニュが所持し、歴代のフランス国王の肖像画にも描かれている、ジョアユーズ。秦の始皇帝の前の時代、春秋戦国時代後期に、越の王、光線が使用していたという、越王光線剣。日本の歴代天皇が継承し、八田の鏡、八坂にの勾玉とともに、日本の三種の神器の一つである、草薙の剣などがある。アニメ、バトルシティ編第133話、友との誓い、レッドアイズブラックドラゴン。アニメオリジナルデュエルとなる、ドミノ町デュエル大会、準々決勝において、城之内がマグネッツ1号に装備させ、キャッツフェアリーを戦闘破壊した。バトルシティ編第136話、ブルーアイズホワイトドラゴン対、ブルーアイズホワイトドラゴンでは、こちらもアニメオリジナルである、城之内大会場による、バトルシティ3位決定戦で、城之内が使用したが、アニメ効果の魔法吸収で、会場に効果を奪われ、ブレードナイトに装備、強化されている。このカードと、直接の関係はない話だが、アニメ、遊戯王 GX、第106話にて、カーバンクルのルビーを、伝説上の生き物と聞いた10代が、ふーん、伝説って?とヨハンに尋ねたところ、当のヨハンが、ああ、それって羽繰り棒?と、10代の質問を華麗にスルーし、よろしくと握手をするのだが、
その一連の流れが、謎会話として人気があり、一部の遊戯王ファンの間では、伝説と絡めて、伝説って?ああ、と、交わされるのが定番となっている。秘術の書。ボリューム1で登場した、魔法使い族の講習を、300ポイント強化する装備魔法。遊戯王最初期の装備カードのため、強化値そのものは物足りない数字であり、現在では、さらに効果の高いカードも出ているため、このカードの出番は少なくなっているが、闇遊戯のファンデッキなど、使い道があるのは、主人公使用カードの特権である。ジュエルモンスターズシリーズでは、心の悪しき者は読めないという、主に白魔族が使える装備なのだが、黒魔族のマジシャン指定は使用できず、心の悪しき者であると、ネタにされることもあった。秘術とは、秘密にして人に明かさない術、特別の効果をもたらす、奥の手のこと。魔術や呪術に関する、秘術などが書かれた古文書や書物、いわゆる魔術書は、グリモワールとも呼ばれ、有名な魔術書には、大英博物館に保管されていた、ソロモンの名を冠する、7冊の談章をもとに、マグレガー・メイザースによって再編集された、ソロモンの大いなる鍵、72柱の悪魔について書かれた、ゴエティアを含み、ソロモンの小さな鍵とも呼ばれる、レメゲトン。グラングリモワールとも言われる、大奥義書などが有名。特に日本では、大奥義書の遺本、赤い竜に書かれている呪文でもある。エロイム・エッサイム、我は求め訴えたり、が、1963年に発表された、水木しげる先生の漫画。悪魔くんで広く知られるようになり、それ以外にも、魔界転生や、ゲーム作品のほか、4月は君の嘘のヒロイン、宮園香織の唱える呪文としても使用されていた。なお、エモイン。は、神々。SM。は、悪魔を意味すると言われている。アニメでの初登場は、ジュエリストキングダム編、第2話、イリュージョニストノーフェイスの罠。ペガサスとのビデオ戦の中で、闇遊戯の手札に、このカードが入っていた。初めて使用されたのは、ジュエリストキングダム編、第10話、逆襲のブルーアイズホワイトドラゴン。死の物真似死のセットした、守備封印の効果で、守備表示にできないホーリーエルフに、闇遊戯が使用し、攻撃力を上げて、ライフポイントが削り切られるのを防ぎつつ、自分の攻撃力を与える、補助魔法の効果を底上げしている。ジュエリストキングダム編、第34話、友情の決勝戦、遊戯退場のうち、後編。原作にはなかった王国の決勝戦において、闇遊戯がブラックマジシャンに使用し、6号星の呪縛で攻撃力の下がった、ブラックデイモンズドラゴンを破壊した。最終回直前の、戦いの儀、第223話、強き心、優しき心、アテムがブラックマジシャンを強化し、遊戯の、デイモンの召喚を戦闘破壊している。ブルーポーション。ブースター1で登場した、自分のライフポイントを、400回復する魔法カード。一つ前のボリューム1に登場していた、レッドポーションにも回復量で負けており、現在登場している、自分を対象に、ノーコストで回復する魔法カードとしては、最も数値が低い。ポーションとは、飲食業界において、提供する料理の一人前を意味する言葉。英語の、ポーション。には、部分や割り当ての意味があり、食事における、一人分の割り当て、という表現が転じて、料理の一人前を表すようになった、と言われている。レッドポーションのイラストは、ファンタジーらしいデザインになっているが、このカードは、壺から移し替えるイラストで描かれているため、薬の1回に飲む量の意味で、デザインされたのかもしれない。ラッシュデュエルに登場したこのカードには、ケミカルキュアブルーという、墓地から、任意の枚数をサルベージできるサポートもあり、OCG 版よりも、恵まれた環境が用意されている。アニメ、遊戯王セブンス、第56話、カットバシングで霧島ロミンが使用しており、初手で手札に3枚という、手札自己感を匂わせながら、セットされた3枚を2ターン目に発動。続けて、ケミカルキュアブルーでサルベージし、さらに3枚分回復するというコンボを見せていた。ポセイドンの力。ボリューム1で登場した、水族の講習を、300ポイント強化する装備魔法。水族を強化する、最も古い装備カードで、水族を強化する装備カードは、これしかない。もっと水族を強化したい、という時には、通常魔法にアクアジェットがあるので、そちらに頼ろう。ポセイドンとは、ギリシア神話に登場する、オユンポス十二神の一柱。一般的には、海の神として知られているが、本来は、海と地震を司る神で、弟のゼウスが天空を、兄のハデスが冥界を支配するのに対して、ポセイドンの支配は、全物質界に及ぶとされ、その地位は、ゼウスエナリオス。海のゼウスと呼ばれるほどに高く、その力も圧倒的で、主神であるゼウスに次ぐ強さとされる。使用する三つ股の矛は、取り合いなといい、ポセイドンはこれを使い、嵐や津波を引き起こし、
地震で世界を揺さぶるとも言われる代表的な武器のため、海王星の惑星記号はこの三叉槽を様式化して作られた。ゲームボーイ用ソフトデュエルモンスターズシリーズでは専用のテキストが用意されており、水、魚、海竜族などはポセイドンの力でパワーアップだと書かれているが、一部イカズチ族モンスターや沼地に住むから水に関係するとされたのか、悪魔族の魔人テラもパワーアップできる。紫水晶。ボリューム1で登場したアンデッド族の攻守を300ポイント強化する装備魔法。現在登場している中では唯一のアンデッド族専用の装備カードなのだが、アンデッド族は墓地もしくは除外時などフィールド外で効果を発揮するモンスターも多く、また通常モンスターも攻守の最大値が低めのため、効果の弱いこのカードでは有利に働く場面は少ないだろう。アメシストとは紫色の水晶のことで、一般的には2月の誕生石として知られている。ギリシャ神話の豊穣とワインの神ディオニューソス、ローマ神話ではバッカスと呼ばれる神が、月の女神アルテミスに仕える乙女アメシストにお供の虎を消しかけたが、それを見たアルテミスが虎から救うためにアメシストを水晶へと化身させた。その意思を見て自らの行為を恥じたディオニューソスが、その意思に葡萄酒を注ぐと美しい紫色に変わり、紫色の宝石アメシストが生まれたという伝説から、悪酔いを防ぐ石、邪悪な欲望から精神を守る石と言われる。旧約聖書の出エジプト記では高層の胸当てに飾られる12の宝石の一つとして登場し、キリスト教では伝統的に男性の宗教的献身のシンボルとされるなど、信心深さの象徴ともされる宗教との関わりも深い石であるため、どちらかといえばアンデッドは弱体化されそうな要素が多い。デュエルモンスターズシリーズでは水晶に秘められた魔力によりアンデッドなどはパワーアップすると説明されており、効果を受けられる悪魔族もいるが、悪魔族は選択肢も多いため、ほぼアンデッド族専用の強化カードと言える。猛獣の歯。ボリューム1で登場した獣族の攻守を300ポイント強化する装備魔法。獣族の装備魔法はこのカードだけだが、他の300強化装備と同じく効果は低いので、種族を問わない装備魔法か獣族専用の強化魔法を使用する方が良いだろう。第4期にはイラストの似ているポイズンファングが登場している。猛獣とは基本的に大型でどう猛な肉食の哺乳類を指して使用される言葉。しかし人間に危害を加える恐れのある大型の動物は肉食獣に限らずそう呼ばれることがあり、熊やイノシシのような雑食性の動物はもちろん、ワニや大きなヘビなどの大型の爬虫類、怒らせなければ危険性の低いゾウやカバなどの草食動物に対しても使われる。なお肉食でもキツネやイタチのような小型の獣は含めず、肉食の鳥類は猛禽と呼ばれることが多い。デュエルモンスターズシリーズでは獣など牙を持つ者はパワーアップして力を発揮できると書かれており、その効果は獣族以外にも魚族や昆虫族など多くの種族を強化できた。遊戯王で猛獣と明言されているのは眠れる獅子だけなのだが、プレイステーション用ソフト新デュエルモンスターズでは牛ガエルの化け物のラージマウスと火炙りの系の融合でできるため、新デュエルモンスターズ的にこれはカエルの歯らしい。雷鳴。ブースター1で登場した相手に300ポイントの効果ダメージを与える通常魔法。ボリューム1の火の粉に続く2枚目のバーンカードとして収録されたが、このカード以外の第1期に収録されたバーンカードはゲームボーイ用ソフトデュエルモンスターズ1が初登場であり、 OCG が初登場の単体効果ダメージの魔法カードとしてはこのカードが1枚目となる。雷鳴とは様々な気象状況で起きる放電現象が発生した際に生じる音のこと。放電の際に放たれた熱量によって周辺の空気が膨張し音速を超えた時の衝撃波が伝わったものだが、雷鳴が聞こえる範囲はおよそ10キロ以内と言われ、雷鳴が聞こえなくなってから20分は危険範囲内にいるとされる。日本では神が鳴らすものとの信仰から雷と呼ばれ、これが大和言葉の雷の語源と言われており、雷は雷鳴、雷雨とともに夏に一番多いので夏の季語とされた。このカードの英語名は雷鳴と付けられており、発音が同じ同名カードとして第6期のエクストラパックボリューム2に雷鳴が登場している。このカードを使用する機会に恵まれるかはわからないが、カード名を宣言する際には気をつけよう。